援財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。熱い炎で焼かれる粟島の新鮮な魚、今回は粟島の郷土料理わっぱ煮を紹介します。この黒いのはミバル、白いのはカワハギです。わっぱと呼ばれる器にたっぷりの味噌と焼きたての魚を入れたら、熱湯と熱々に熱した石を入れ豪快に仕上げます。グツグツしているのは熱した石のおかげ。木の器だから火ではなく石を使う、先人の工夫がわっぱ煮を特別にしました。おいしいです。魚の味がする、味噌だけですごいです ね、 やっぱりこれ謎は石にあるんですよ。粟島の石でないとね。この島の石じゃないとダメなんですね。そうそうそう、粟島の石でないとダメなんですね。へー、粟島の海のミネラルをたっぷり含んだ玄武岩がより深みのある味わいを生み出します。漁師さんの知恵が生んだ郷土料理です。自然を利用したこのわっぱ煮でしょうね。まあ自慢ですね。海と日本、海と日本プロジェクト in 新潟、見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。